先は先制のチャンスだったんですが、センターフライ。おーすなー、大きな打球になった。センターおーすな、やっぱロッテの選手とは違えな。ロッテで育った選手とは違う。やっぱ優勝経験ある新外国人は違えわ。これが違うわ。やっぱヤクルトスワローズさんすわ。優勝経験がないロッテの選手たちはもう縮こまってるもん。なんかプレッシャーにさ潰されてるもん。やっぱり、やっぱ違えわ。一回優勝してるヤクルトさんのオスナは違えわ。林くんフォアボールもあるからね、落ち着けよ。いい、やっぱ欲張らない大事だな。いい、完全なミート型だったら普通に考えればやっぱ三振狙いって発想にはならないから。いやでもこの回刺さってるもんな。そうだな、よかった。そうだよな、そっちだよな。うん、この回刺さってる理論だよな。わかるわかる。よかったよかった、何試合もやってて。わかるねー。まあ別にね、形はどうであれば勝てばいい。お、いいんですか。ありがとうございます、嬉しい。やっぱ押し出しが一番。オリックスなんかやだわ。なんか調子乗ったいか。楽天に今季勝ち越し。悪いことではない。お前らも強くなったな。そんなこと言うチームじゃなかったのに。